ボストーク3系型宇宙船。コラブリスプートニクとは、1960年から翌1961年にかけてソビエト連邦が打ち上げた一連の宇宙機のこと。ボストーク計画の有人宇宙飛行の前段階として7機が打ち上げられ、打ち5機が地球周回軌道に達した。コラブリスプートニクは、有人飛行に必要となる生命維持や、 大気圏再突入の技術を実証するために打ち上げられた。使用された宇宙船はボストーク 1K 型とボストーク 3K 型の2種類があったが、いずれも大気圏再突入のための機関カプセルとカプセルを大気圏に突入させるための逆噴射エンジンを備えた機械船から構成されていた。打ち上げにはボストークロケットが用いられた。 宇宙船内には一匹ないし二匹の宇宙犬と小動物や植物が乗せられた。ただし大気圏突入機能を持たない1号は生物を乗せなかった。これらは生命維持装置の機能の確認や打ち上げ、大気圏再突入時の加速度と無重力環境の生物への影響を調査するために使用された。1960年には5機のボストーク 1K 型が打ち上げられ、 一回のみ完全な成功を収めた。1961年3月には、有人宇宙飛行に使用するのと同型のボストーク3、K 型が2回打ち上げられ、双方とも成功を収めた。この後の1961年4月、ボストーク1号による、世界初の有人宇宙飛行が実行された。コラブリスプートニクの打ち上げは、 1958年から行われていた初期のルナが終了した直後に開始された。最初の飛行は1960年5月15日で簡略化された構造を持つボストーク 1KAP 型が軌道投入されコラブリスプートニク1号と名付けられた。この宇宙船は耐熱シールドを装備せず先に完成していた他の技術を実証するために用意された。 運用終了後に逆噴射によって大気圏に突入して燃え尽きるはずだったが、姿勢制御装置の故障で誤った方向に噴射を行い、より高い軌道に移動してしまった。同年6月28日には耐熱シールドを備えた最初の宇宙船が打ち上げられたが、発射数十秒後にロケットが爆発し、失敗に終わった。中に乗っていた。 宇宙犬2匹をはじめとする生物は死亡した。8月19日、コラブリスプートニク2号が打ち上げられた。宇宙船は地上への安全な帰還に成功し、2匹の犬が地球周回軌道から生きて帰還した最初の生物になった。12月1日にはコラブリスプートニク3号が打ち上げられた。飛行は順調だったが帰還の段階でトラブルが発生した。 軌道を離脱するための逆噴射が正常に行われなかったため、機関カプセルは急角度で大気圏再突入を行い、想定外の高温と衝撃に耐えきれずに破壊された。宇宙圏2匹などの船内の生物は全て焼け死んだ。12月22日には、ボストーク1系型の最後の打ち上げが行われたが、ロケットが故障したため宇宙船は地球を周回するのに、 必要な第一宇宙速度に達しなかった。宇宙船は上空でロケットから分離され飛行経路上のシベリアに着陸した。2匹の犬は生きたまま回収された。この事故はロケットに故障が発生しても宇宙船を分離すれば乗員が無事に帰還できうることを示していた。1961年、有人飛行で使用するボストーク参加宇宙船の試験打ち上げが行われた。 船内には犬とマネキンが搭載されていた。マネキンはカプセルの着陸前に射出座席で放出され、パラシュートで別個に難着陸した。これは実際のボストーク友人飛行で採用された手順を模したものだった。一方で犬はカプセルと共に着陸した。この新型宇宙船の打ち上げは3月9日のコラブリスプートニク4号、3月25日の コラブリスプートニク5号の2回が行われ、二度とも犬、マネキンを無事に帰還させた。この成功を受け、1961年4月のボストーク1号によるユーリガガーリンの世界初の友人宇宙飛行が行われた。ありがとうございます。